こんな苦労する必要はあるんだろうか。まだ、打開に至っていないにしろ。大変、単に、経済を立て直すだけでだ。要するに、お金が増えればよい、のだ。商品が、売れて利益を出せば経済は潤う。利益を出す方法と結果があるなら反発は無駄だ。そんな簡単にはいかない。なんとなくわかってはいたことだ。そんな、RPG のようなものか、最初から強力すぎる脅威は襲ってこない。レベルアップを続ける、適当に緩やかに。要するに、売れる漫画を作ればよい、だけ、だが。自分が面白くないと思っていても受ける場合は受けるし、逆もまたしんなりで。しかし、その結果が隠された状態で、果たしてその理想は、目的地へと届くのだろうか。凶悪な独裁者へ立ち向かう勇者たち。その独裁者はそんなに悪い存在だろうか？なぜ、彼らはこだわるか。